もう一度岩尾へ、ディフェンスに当たって軌道が変わりました。シシーニョ左足のクロスシュートヘディング、石井が決めました。先制、徳島変化をつけたコーナーキックから石井今シーズン初ゴール。まず先制したのは徳島、前半の19分です。まあここ数節この石井のセットプレーというのは得点の匂いがしていましたが、ここで決めてきました。まあ、ディフェンスですけど、このクロスボールに対して非常にこう合わすのうまいですね。はい、ベテランの石井今シーズン初ゴール、ドンピシャリのタイミングで合わせました。この速いクロス質も良かったですし、前で、